チクシュルーブクレーター周辺の重力異常地図。赤と黄色は重力が強く、緑と青は重力が弱いことを示す。白色は背のお手を表す地球に衝突するチクシュルーブ衝突体の創造図。手前には翼竜が描かれている。チクシュルーブ衝突体とは白秋末期に地球へ衝突した直径10から1 5トルの小惑星である。 チクシュルーブ隕石やチクシュルーブ小惑星とも呼ばれる。この天体は現在のメキシコユカタン州チクシュルーブの街から数キロメートル離れた地点に衝突しチクシュルーブクレーターを形成した。衝突は K ピコグラム協会と同じ年代に起きたと推定され大部分の恐竜の絶滅を含む K ピコグラム協会大量絶滅を引き起こしたという説が 科学的なコンセンサスとなっている。クレーターの直径は1 7 7トル以上あり、地球上に存在する基地のクレーターとして3番目に大きい。衝突体がどこに危険を持ち、現存する小惑星体とどのような関係にあるのかについては、いくつかの競合するモデルが存在する。2007年9月に、ウィリアム・ボトキ、デビット・ボクルー・ハリッキー・デビット・ボーニーが、 ネイチャーで発表した説によると、1億6000万年前に、小惑星体内部で生じた天体衝突に、チクシュルーブ衝突体の起源があるとされている。この衝突は、現在、バティスティーナ族として知られている一群の小惑星を生じさせ、その中で現存する最大のメンバーがバティスティーナである。ボドキラは、チクシュルーブ衝突体はもともとこのグループに属していたと主張している。 チクシュルーブ衝突体の微小な破片には炭素質の物質が大量に含まれている。これは衝突体がバティスティーナのような炭素質コンドライトに富んだ珍しい種類の小惑星だったことを示唆している。ボドキラによると直径約 170km の大きな母天体に直径約 60km の別の天体が衝突し、その時に生じた破片の一つが チクシュルーブ衝突体である。しかしながら、ワイズの新しいデータに基づいた2011年の研究では、バティスティーナ族の起源となった天体衝突が起きた時期は8000万年前とされた。これは、ボトキラの説に疑問を投げかけている。なぜなら、小惑星同士の衝突で生じた破片が、軌道共鳴や、衝突の影響で地球に衝突する軌道に向かう、プロセスには、 典型的には数千万年を要すると考えられているためである。他の説としては小惑星のフローラ族に関連するというものがある。この説によれば小惑星同士の衝突を起こした B2010A にはチクシュルーブ衝突体と同じグループに属する残骸かもしれない。ありがとうございます。